あとね、あの、代表の関係者の人に聞いた人、これは木崎さんじゃないけど、他の人が聞いた話だと、別に聞いた話だけベースに話したんじゃないけど、僕いつも戦術内ってあの、別に内側の人とつながる前から言ってたじゃないですか。で、実際にそれが本当だっていうか、実際に内側の人が、あの人なんで当てれるんだろうって俺のことを思ってたらしいのよ。すごいありがたい話や嬉しい話なんだけど、でも見てたらそりゃそうじゃんっていう。 頭悪い監督の映画とか見てたら分かるじゃん。その感じなんだけど、で、内側に何もないと。で、選手たちも何もないっていうのも言い始めてるじゃん。三笘とか南野とかみんな。で、それをね、知ってる人に、それって何で選手たちって監督に、あんなにメディアで言うんだったら、監督にここの選手どうすればいいですかとか、何で監督たちに聞かないんですかっていう、そういうのって取材しないですかって、中の人、知ってる人聞いたら、なんか、リーダー勢は聞いてると思うみたいな。で、吉田麻也と,とか、遠藤航とか。 だけど、みんなが聞くわけじゃないんだよね。だから、それぞれ疑問に思っているところ。リーダー格の人が言ったら、森保さんと選手たちのこうコネクターになってるんだよ。だから、ここの人が聞いてるかどうかとか、そこは全部話してないよ、全部言うみたいなさ、そんなね、電話じゃねえから。 そう、だから結局、ここの人が言ったことを上に上げるのと、ここの人が言ったことを下に繋ぐって、ここはね、全部機能させない。でも、それは吉田麻也だって意志があるし、吉田麻也の得意な守り方があるから、下からの意見で吉田麻也とか遠藤ド終わってある。まあ、僕は吉田麻也だと思ってるんですけど、監督は。実際にそういうインタビューの発言とか、そういうのあるじゃん、いっぱい。検証とか。だから、吉田麻也がやりたくない戦術というか、前から行かれたらさ、そこから連動して後ろも上げなきゃいけないんだけど、サッカーって。 そこを上げきるような、そういったラインコントロールしたくない吉田前からしたらそこを上げないしで、上から来た話がすごい抽象的だと、そこから下に下げる話も別に抽象的になるから、そういうことが起きてるんだろうなと思いますね。